あー今日寒いですあーあーいやいやいやこれを放射冷却って言うんでしょうかすごく寒いです。 いやいやいや,いや,いやあ疲えた、ー、やっぱり今日も下から、えー、2本しか持ちませんでしたああよいしょ、えー、今日はベンチじゃなくて、えー、ケジニのあーあーいつもの SSR で走って ておりますけれどもあ今日ですねもう結構あの入りのところから向かい風があって非常にあの入りがきつかったんですけど、えー、やっぱり2本しか持たなかったですあ3本目標によいしょ 走ったんですけれどももう3本絶対無理だっていうのは。であのまあこう賓客なりにも分かったのはこれここ最後の一番傾斜がきつい上がりですけれどもここのもうほぼほぼ。 そこの電柱ですね正直言うとこの電柱のもう手前ぐらいで先日のあのベンジ止まってたんですけどああ今日このケジュの SSR だと上の電柱まで持った感じですね2本目ああまああのちょっとのコンディションの違いとかでいろんなああ えー、差は出るんですけれども、すごくあの今日はなんか、あ先日のベンジーよりもちょっと当社比ではありますが乗れてたんじゃないかなっていう、えー、気持ちはしました。あいやまあ、にしてもですね、もう下からもう何にも考えないで、ただ全開。 えー、ペース配分なんか何も考えてないですねもう行けるとこまで行くっていうこの上がりのああゼロからのなんていうんですかねフルがけ、えー、は非常にきついと思います、えー、まあ、天気が良くて、えー、非常に今日も気持ちいい、えー、です、えー、以上でございます